おはようございます。今日はちょっとイメチェンをねするんですよ。もしかしたら他の SNS とかでも上がってるかもしれないんですけど、イメチェンをするので、今日はそのね様子をちょっとお届けしようかなと思いまして、 YouTube を撮っております。どうだろう、変わるかな。まあでも結構ね、私的には大イメチェンかもなって思ったので動画を撮ろうと思いました。ということで今は準備をしております。今日もログに行きます。美里さんのところへ。ちょっと久しぶりかも。今やってるこの髪色がローライトとハイライトをめっちゃ無造作に入れてもらってるんですけど、これもこれでとても気に入っていたんですが、ちょっとイメチェンをしようと思って、これをやったのもクリスマス前とかなので美容室行くの久しぶりかも。1月はもう丸々行ってないって感じかな。行くタイミングがなかなかなくて行けなかったんで、根元も結構伸びてきているので綺麗にしていただこうと思ってます。もう楽しみ、どんな感じに感じにどんな感じになることやら。最近の髪色のモチベ的には結構いろいろやりたいカラーが多くて意外と困ってないですね。次どうしようかな、まあ、でもなんかやりたいのが多すぎて、なんかどういう順番でやろうかなとか、どれにしようかなみたいな悩みは逆にあるんですけど、カラーしたいけどやりたいのないしなみたいな感じではないかな。最近は前髪はでも続けようかなって思ってますね。だからちょっと切ってもらおうかな。でこの美容室行く時の眉毛問題ね、難しいですけど、みんなどちらですか？今の髪色に合わせて眉毛描いていく派か、美容室行く時って、それとも新しいカラーに合わせてメイクする派か、どっちですか？私は結構新しいカラーを、まあ、想像しながらメイクしていくかな。基本的に私なんか向こう行って即興で決めるみたいなことがあんまりないから、こういうカラーにしようと思って決めていくから、そうなのでそれをイメージしながらメイクしていってますね、いつも。まあでもそんなになんか派手なカラーとかじゃなかったらそんなに浮きはしないと思うから、って考えると結構無難なメイクで行くことが多いのかな。美容室行くときはなんかリップの色とか眉毛の色をちょっと考えるぐらい。最近なんかクマが本当に目立つようになってきちゃった。頑張ってアイクリームとか塗ってるんだけど、やっぱ目元って大事だなってめっちゃ思います。クマがあるだけですごいくすんで見えちゃうから、目元が大事ですね。目元のケアはマジでちょっと早めにやった方がいいと思います。みんな若いうちから意外と見落としがちだけど、目元ってマジで大切だから、アイクリーム使ってちゃんと目の周り保湿してとかして。だから昨日なんかふと平成ソングを聴きたくなってずっと聴いてたんですけど、やっぱりいいやっぱりなんかいい、落ち着くなって思いました。ある程度こう知ってるっていうか、なんとなくで分かる歌が多くて聴いてても楽しいしみたいな。最近の曲は私本当に分かんないんだよな。あ、でも最近 XG が新曲を出してみんなからも聴いたみたいな DM 届いたんですけど、聴いてますよ。マジかっこいい、本当にかっこいいですよね。最近私アイラインをアイシャドウで描くようにハマってて、ブラックのねアイシャドウでこんな平筆に取って描くんですけど、それにハマっちゃってますね。私アイライン結構太めで長めなのが好きで、アイライナーとかってすごいくっきりするので、それよりは柔らかいけど、まあ、でもしっかりと主張はあるみたいな、そんなようなラインが描けるから、最近はアイシャドウで描いてるかも。こんな感じで、なんかよく一個だけしかメイクできないならどこするみたいな話になったりするじゃないですか。私アイラインかな。どう、あ、でもな、マスカラも悩むな。マスカラかアイラインだな多分、っていうぐらい結構アイライン私の中では大事。たまに気分でアイライン引かない時とかあるんですけど、やっぱ目力なんか足りないなって思っちゃって、結局引いちゃうみたいな。アホ毛がすごいな。じゃん、やっぱアイラインはいいですね。目力がバッ目力がブワッですよ。もうありがたい、助かる、本当本当助かってる。さらに粘膜に私は引きたい。今日グリーンにしてみようかな。この意外と可愛いんですよね、このグリーン。見えるかな、乾きみたいな感じ。うん、よし、じゃあリップ塗っていくんですけど、皆様皆様だって、マックから新しく出たロックドキスインクってやつがあるんですけど、それがマジでいいので、ちょっとそれをみんなに紹介したいなと思ってます。じゃん、こちらのポッシュっていうカラーで、結構ブラウン味の強いカラーなんですけど、
な感じの、めっちゃ可愛くてこれが。でしかもこのリップは2分ぐらい唇塗ってから置くともうほんとつかないよっていうリップになってて、最近出たやつなんですけど、もう私すでに大愛用してます。これを塗りたいと思います。本当に可愛いので見ててください。こんな感じの色、めっちゃ可愛くないですかこれ本当に。あ、でも今ちょっと夢中になりすぎてリップ下地塗るの忘れちゃったんですけど、マックのリップ下地塗るとより密着力が上がるんですけど、これがね2分ぐらい経つと本当に落ちなくなるのでおすすめです。てか今モニター見たらまた3分17秒だった、録画時間が。すごい、前のゲットレディーズに見てくれた方なら多分わかると思うんですけど、また見ましたよ。でなんか調べたんですよ、そうエンジェルナンバーですよみたいな感じで言われたので調べたら、なんかまあ私が進んでる道っていうか決めた道は間違ってないよみたいな感じの後押ししてくれるナンバーでした。よかった、なんか嬉しい。そう今もう2分ぐらい経ったかな、どうだろうな。まあなんかこの時間に他のメイクしたりとかしてもいいと思うんですけど、例えばチークとかハイライトとかシェーディングだけ残しといてみたいな。でももうすでに多分つかないと思うから、ティッシュでこうやってオフしてもじゃん、こんな感じでついてない。すごくないですかこれ、本当マジでつかない。なんかキスしても落ちないよみたいな感じのリップで、名前もロックドキスって言ってこうロックするよみたいな、カラーをロックしてくれるよっていう名前なんですけど、このポッシュはマジで色も可愛いし、他にも可愛い色たくさんあるんですけどおすすめなので、マジでみんなこれは要チェックです。ということでメイクは完成いたしました。今日はこんな感じ、まあブラウン系ですね。今日も髪の毛のビフォーを見せておこうかな皆様に。今はこんな感じです。ちょっと後ろボサボサかな、大丈夫かな、こんな感じ。これが一体どうなるでしょうか、お楽しみに。では一旦バイバーイ。今の長さがすごい難しくて、もうちょっと伸びてくれたら
そうですね、なんかちょうど肩で跳ねるぐらいになりますね。でも伸びましたよ、やっぱ。だってあれ、12月くらい、1ヶ月くらいは、うん、そうですね、立ってますよね。立ってます。クリスマス前とかに来たんで。あ、そうですね。はい、インナーカラーとかどうですか？なんか冬に思ったの。インナーやったことないです。逆に外を一回やってみましたよね。あ、そっかそっかそっか。そうだそうだ。インナーカラーってまだ結構人気ですか？え、人気だと思う。エクステだけってやる人とかもいますよね。あ、いいですね。外してるから、あ、期間限定とか、なんか春休みとか冬休みだけとかでも確かにできます。どんぐり伸ばすわけじゃない、ミディアムぐらい、うん、でもやっぱなんかロングの人とか見てるとかわいいなって。あ、もうちゃんとちゃんと長い、ちゃんとめちゃくちゃ長い。自分が短かったら長いの見るとかわいいと思うし、長いと短いの見てかわいいって思うし、逆な、だんだんね、暗くなってきました。懐かしいですね。クラメ、リアルの、マジでいつだろう。黒はマジであれかもですね。じゃあ成人式ぶりかもしれない。めっちゃ久しぶりだじゃん。3年ぶりとか。すごい。起きまーす。はい。ちょっと待ってください。はい。はい。起こるかな。わ、すごい、すごいです。久しぶりだ。でも、暗いのって黒髪が可愛いんです。可愛いですよね、黒髪。乾かします。はい、しっかり黒い、はい、いい感じだと思います。この動画しちゃいそうな黒くなりました。いい感じ、なんかそんな重くない感じの。確かに確かに、すごいやっぱなんか締まりますね。はい、いい、すごい、全然違う。前髪も切っちゃっていいですか？お願いします。ちょっとパツッと気味で、はい、うん、こんぐらい視界がめっちゃ邪魔で邪魔で。いや、なんかこれも食べたから伸びてほしいときこそ伸びるのがすっかり。ゴムとかのときもう伸びたじゃんってなりますよね。そうですよね。え、前も後ろも同じなんですかね、伸びるスピードは。え、一緒ですよね、多分。一緒か。一緒な気がします。どうなんだろう。ちょっと前髪の方ができる、早いかと思いました。確かに確かに。でもやっぱあれですよね、色カラーしてたら分かるけど、こんな心の美は終わってないから。かどうですかね。いい感じです、めちゃくちゃ。でも3対3で取られる。あれで1回負けて2人取られる。うわ、すごい。取られて、その後これ一緒なの、他のやつ。ありがとうございます。いい感じでーす。やったー。確かになんかめっちゃ髪が長くなったように見えますね。なりましたよね。そう、来た時はなりました。ありがとうございます。ここしたらちょっとでも
ってちょっとごめん、いいじゃない、リアル感増してリアル感とか一口でいけるんかな、行ってみましょう。いや、いいですか、これま、行きます。かわいい、どうですか？以上、カキ実食コーナーでした。ありがとう。うんうん。行けたいっけ、ずるって吸っちゃって吸っちゃって、うん、うまいだろ、美味しそう、ずるよね、寒い、ちょっと寒い、めっちゃ油断してたらやだ、本当かわいそうす、こんにちは、近い近い、もったいない、もったいない、やばい、もったいない、もったいない、どうなの、目薬を刺したいと思います、はい、待ってください、右か左どっちからでしょうか、左だ、え、すごい、そんなすぐ刺せるの、メデューサで、うん、こうやってないと無理、出ないね、出た出た出ました、この女本当はこういう女なんです、私はちょっとカナコに当たりきつくないって言ってくるから、優しい、いい方はチャナコにだけ当たりがきつい、でもそれはもう仲の良さが、え、仲いいからって何でもいいわけじゃない、まあ、もちろんごめん、ほんとそれはごめん、人の足にちょっと傘も置いて、ということで帰ってきました今日はちょっと美容室行ってから友達とご飯を食べに行ってカラオケに行って、ただいま深夜なんですけれども、なのでちょっと顔もボロボロだしね、いろいろとすごいと思うんですけれども、黒髪にしました。どうですか、ちょっとまだ私自分では慣れてなくて、なんか鏡見るたびに、あ、そういえば私黒にしたんだったっていうふうに思うんですけど、どうだろう、久々、本当に成人式ぶりの黒髪、全部黒髪はマジで久しぶりなので、ちょっとドキドキしてますが、似合ってたら嬉しいなって思ってます。いや、どうなんですかね、どうなんだろう、実際どっちの方がいいんですかね、やっぱでも黒にするとすごいこう締まるっていうか、なんかそんな感じがやっぱりするから、これもこれでありなのかなと思います。ゴールドのアクセとかとめっちゃ相性がいい気がする、より引き立つというか、このゴールドが可愛い。まあこれからは黒髪、まあ、どのぐらい続けるか分かんないですけど、黒髪でいきたいと思いますので、皆様よろしくお願いいたしますぜひコメントとかしてくれたら嬉しいな。どうだろう、でマジでリアルな意見が欲しいかも、その黒髪かハイトーンかみたいな、ぜひお聞かせください。でもちょっと髪の毛のシルエットも変わりました、レイヤーめっちゃ入れてもらって、短い髪の毛とみたいな感じでくびれる感じの髪の毛にしていただきました。嬉しい、大満足、私はずっと黒髪にしたくて、でもハイトーンがもったいなくてずっとやってなかったので、ちょっと思い切って今回黒髪にしちゃいましたっていう動画でしたまたなんか黒髪のコーディネートだったりとかメイクとかも上げていけたらなっていう風に思っているので、まあなんかそれもぜひ楽しみにしていてくれたら嬉しいです。はい、ということで今からもう私はお風呂に入って早めに寝たいと思います。楽しかった今日も一日、また明日からも頑張ります。ではありがとうございました、バイバーイ、おやすみー。